立法院、立法院、立法院は、中華民国の立法府であり、国家最高の立法機関、中華民国憲法62条である。中華民国の建国者である孫文のご憲分立理論に基づいて、行政院、司法院、公私院、監察院と共に成立した一員制の立法機関。立法院に所属する議員を立法委員という。 中華民国には元来、政府総統の任免権、憲法改正権を有する最高機関、国民大会が存在したが、2005年に廃止されたため、立法院が、明日ともに、唯一の最高立法機関となった。また、1991年以前は、中国大陸で選出された議員が大半を占めていたが、1992年以降は、 台湾等を中心とする有権者によって選出された議員だけで構成、改選されており、実質は中華民国台湾地区、台湾、広庫金門、馬祖の最高立法機関となっている。2月から5月まで、9月から12月までのに、会期制を採用している。現在、議員定数113、任期4年。各国の立法機関と同様、法案、 予算案の議決権、条約案の承認権、憲法改正案の発議権を有するほか、2005年憲法改正により、次のような強力な権限が付与されているのが特徴である。1928年、民国17年、中国国民党が中国統一を完成して軍政期から軍政期に移行し、首都南京で成立した。当初49名から発足したが、 任期2年、4期目から194名に増員された。抗日戦争中は、任期が14年に延長されたが、この間に、民法、刑法などの基本法典を制定した。1947年、民国36年中華民国憲法施行。翌1948年、憲政下発の立法院選挙が実施され、第一期立法委七760人を選出した。 しかし、中国国民党が率いる中華民国政府、国民政府は中国共産党との内戦で台北に戦挙したため、立法院も1950年に台北に移転した。この時、第一期立法委員のうち380人余りが台湾に移った。立法委員の任期は3年と定められていたが、憲法65条、台北戦と後は、 県政提出と改元令により、第一期立法委員は1991年に総辞職するまで改選されず、万年議員と揶揄された。ただ、1969年の補選で11名増員され、1972年には、任期3年の定数51名の台湾選出枠が設けられた、1999年から2016年まで立法委員長を務めていた。 王金平は1975年当選組。この改選枠は1989年には定数130名まで拡大され、大陸で選出された万年議員と並存する状態が続いた。1989年、民国78年、改元令解除後では初となる改選で合法化された民主進歩党、民進党が21議席を獲得。 国民党は72議席。1991年、李登起総統の勧告により、第一期立法委員が総辞職し、1992年、初の全面改選が実施され、第二期立法委員161人を選出した、国民党96、民進党50。以後、3年ごとに改選され、1998年には、定数225名に拡大された。 民進党、陳水扁政権誕生後の2001年の第5回選挙で民進党が初の第1党となったが過半数には達せず少数与党となった2008年の第7回選挙で国民党が第1党に返り咲いた2008年の第7期から定数113に半減、任期4年となり制服総統の罷免、弾劾。 行政委員長不信任議決権、領土変更権など権限強化が図られた。他方、総統に立法院解散権が付与された。現在、立法院解散権が行使されたことはない。2016年1月16日の総統選挙と同時に行われた第9回選挙により初めて、民進党は単独過半数に達し、 総統選挙に当選した民進党の蔡秀文のもと多数与党を形成した。これにより国民党は立法院成立以降を守り続けていた立法院長、国会議長の座を初めて他党に明け渡すことになった。南京に立法院があった時期、議事堂は南京市中山北路に立っていたが、現在は人民解放軍の軍人クラブとなっている。 台北移転後は、中山道、日本統治時代の台北公会道を使用していたが、1960年、民国59年以後は、日本統治時代の、台北州立台北第二高等女学校校舎、台北市中山南路を使用している。2008年、民国97年1月12日の、 第七回選挙より単一選区両表制並立代表並立制が採用され、定数百十三議席、小選挙区七十三、現住民六、比例代表、海外華協代表三十四、任期四年となった。ちなみに、二千二年から二千八年、第五期、第六期は、定数二百二十五、中選挙区、一部小選挙区百六十八。 比例代表41、厳住民枠8、海外華強代表4だった。2016年1月16日に行われた第9回、中華民国立法院選挙の結果を反映している。中華民国の国会議長に相当する。現在は、ソヨシミゼン、民主進歩党。1995年、立法院に対して、イグノーベール賞、平和賞が受賞されている。 受賞理由は、政治家にとって、他国と戦争するよりも、お互いに殴り、蹴り、騙し合う方が、より利益になることの実証に対して、1992年の全面改選以後、与野党、中国国民党と民主進歩党の対立から、立法院内で、しばしば議員間の乱闘行為が発生し、その模様が生中継されたことによる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。